準備はできているか？あ、しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。まあんなノリの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りか？多分な。探してみるか。だるいな。そうだね。鉱石見っけ。あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。
迫力あったな。旅マン、ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。あのさ、イグニスの料理って店より豪華だよね。かもな。絶対そうだって。昔からあんなだったしな。あー、これが庶民と王族の格差ってやつね。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。ああ。じゃ、腕試しだ。
ノクト吐くのやめろ。そのライン買い時じゃねえか。
やったな、おい。ねえ、いつまで釣るの？ほっとけ。Thank you.
おお、いいじゃん。兄ちゃん、また来たね。またよろしくな。戦わなくて済むって安心。ガーディナにようこそ。よく食べたわ。うん、うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしか味わえない。だってルナブレーナ様が作ったシルベなら大丈夫って言ってたよ。お腹すいた。じゃあ次の機会に。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報。君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝。はい、俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。ああ、
ここから見える夜景はいいな。休むか。いい朝だな。あ、